手芸作品の紹介です。最初に作ったバッグの最終版ですけども、どうなってるかというと、表地がこことここと、ここを折り返して同じように5つのパーツができてます。こことここは中表にしてつないであります。ここは外ポケットで、これも同じようにここ柄を合わせて19センチ角にして、最初縫うときに表地にこれ先縫い付けといてから袋に仕上げます。それで中にもポケットがつけてまして、これは裏地のこれもバッグに仕上げる前に裏地にこれを縫い付けておいてから、表地と裏地を中表にして縫って、切り返し口をつけておいて、ここからひっくり返して縫って仕上げます。でなおかつここに6センチほどのマッチをつけてますので、収納もたっぷり入って、これまあ一応使いやすい最後の形で仕上げたバッグです。ちょっとここがワンポイントになっていいんじゃないでしょうか。で次に作ったのが帽子です。帽子ははっきり言って非常に難しいです。この天板と横が2つ、ここを縫い合わせて上をつけて、このつまブリもつけて作りますけども、裏地もついてますんで、こういうところ縫い合わせるのは非常に難しいですけども、これはちょっとつばが広いので有効で8センチぐらいありますけど、ちょっと目にかぶって、ちょっと女性にはいいかもわかりませんけど、広いのでちょっとつばの小さいのを作ってみました。これは有効で6センチぐらいなんですけども、あと生地もこういうシワがついた方が荒が見えなくて、まあ、仕上げもしやすいんじゃないかと思いますけども、この天板と横をつけるとき立体に作るのが非常に難しくて、何度も失敗しましたけども、なんとかできるようになりました。これも表地と裏地と合って合わせていきますけども、こういうところを縫うのが裏地があるので、ちょっとこれ仮縫いしておけばよかったんですけども、まあもう少し作って綺麗に仕上げたいと思います。最後にセカンドバッグですけども、これをまあ今使ってるんですけども、いろんなものが入ってるんですけど、これも、まあ、携帯とかカードとかですね、筆記用具で、これも本体に、これ外ポケットなんですけども、これはこれで仕上げたものを表に2個縫い付けてます。チャックをつけて小銭入りとかチャックをつけてますけども、これ縫い付けて、裏側はこれも切り返しの簡単なポケットがつくようになってて、これをつけてからカバンに仕上げてます。中は財布とかエコバッグとか入ってて、チャックが2つついてて、まあ、ここにも収納ができますので、かなり使い勝手いいです。でこれもマチがつけてますんで、マチが6センチぐらいありますね。これでだいたい、まあ日常使うものは
体収まっていいんじゃないでしょうか。携帯は落ちにくいように、まあ、きっちり貼るように仕上げてあります。ここだけちょっと柄を変えてアクセントをつけてみました。これもまあ10個以上作ってましたけど、よかったら参考にしてみてください。